奈良くるみは、兵庫県川西出身の日本の女子プロテニス選手。WTA ランキング自己最高位は、シングルス32位、ダブルス109位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。大阪産業大学卒業。安藤証券所属。3歳でテニスを始め、江坂テニスセンターにて、元プロテニス選手の過去勝ち、も月ひろこらの指導のもと。 本格的にテニスを学ぶ。奈良は、ジュニア時代から、天才テニス少女としてその名を馳せ、川西市立牧の大小学校在学中の2002年には、当時10歳で、全国小学生テニス選手権大会準優勝し、2003年の同大会で優勝。大阪産業大学附属中学校進学後の2004年には1年生ながら、全国中学生。 テニス選手権大会女子シングルス部門で優勝。中学3年時の2006年には主催者推薦で、全日本テニス選手権女子シングルスに初出場するも1回戦負けに終わっている。大阪産業大学附属高等学校進学後の2007年には1年生で、全日本ジュニアテニス選手権18歳以下シングルスで優勝。 その他各年代の国内ジュニア大会で多くのタイトルを獲得。また ITF ジュニアサーキットでは同い年の土井美咲と組んだダブルスで結果を残し2007年ウィンブルドン選手権女子ジュニアダブルスで日本人ペアとして1993年全米オープンの吉田ゆかもちづ子組以来2組目のジュニアグランドスラム女子ダブルス決勝進出を果たし準優勝。 ドイトのダブルスでは他にも2007年全米オープン、2008年ウィンブルドンで、それぞれベスト4の好成績を収めたほか、シングルスでは2007年の世界、スーパージュニアテニス選手権大会女子シングルスで、日本女子として2002年大会の不伝良子以来5年ぶりの優勝を果たす。その一方、2年連続の主催者推薦で出場した。 全日本選手権女子シングルスでは2回戦で、大会第5シード、前年度優勝者の高尾エリカを6から2、6から2のストレートで、3回戦で、第11シードの米村智子を6から2、1から6、6から3のフルセットで下し、波形準利との準々決勝まで進出する、快進撃を見せる。またこの年は、ドイトのペアで、ダブルス部門にも、本戦勝ち上がりで、 初出場し2回戦まで進出している。2008年、クルムダ・テキミコとのダブルスでカンガルーハン優勝、浜名湖で一般大会初優勝する。2009年、プロとなり全日本選手権シングルス初優勝。2010年、全仏オープン予選決勝でモニカ・ニクレスクとの4から6、7から6、10から8の4時間42分の激闘を制し、 グランドスラム初出場を果たす。ウィンブルドン選手権でも予選を突破し、1回戦でマリアナドケマリノを6から4、6から2で破り、グランドスラム本戦初勝利を挙げ2回戦に進出した。2回戦では第9シードのリダニ2から6、4から6で破れた。2011年の4大大会は予選で全て敗退し、本戦に出場することはできなかった。 7月のアルゼンチンとのフェドカッププレイオフでは初めて代表として出場し、藤原理香とのダブルスで勝利した。2012年は4大大会の予選を勝ち上がることはできなかったが、トーレパンパシフィックオープンテニストーナメントでは予選でポロナ・ヘルツォグとエレニダ・ニリドを破り本戦に出場した。1回戦ではウルシュラ,ラ・ラドワンスカニ2から6、4から6で敗れた。 2013年全米オープンでは予選を勝ち上がり2回戦で第19シードのソラナ・チルステアを7から5、6から1で破り始めて4大,大大会の3回戦に進出した。3回戦では第9シードのエレナ・ヤンコビッチに4から6、6から7で破れた。この活躍によりランキングトップ100入りを果たすと HPO オープンでは準々決勝でポロナ・ヘルツォグを7から6、 二から六、六から一で破り始めて、ツアー大会でベスト四に進出した。準決勝では、ウージニーブシャールに二から六、二から六で破れた。2014年は、全豪オープン本戦に初出場し、二勝して三回戦まで進出した。その後、二月に、ブラジルのリオオープンにて、ツアー初優勝を飾り、世界ランクも四十八位となり、トップ五十入りを果たした。 8月18日には自己最高の世界ランク32位を記録し全米オープンの第31シードに選ばれた2015年のシーズン終了後に行われたインターナショナルプレミアテニスリーグでは世界ランク1位のセリーナ・ウィリアムズを6から4で破る金星を挙げた2016年 BNP パリバオープンで予選を勝ち上がり2回戦で元世界ランク1位で 第10シードのビーナス・ウィリアムズを6から4、6から3のストレートで破り、3回戦に進出した。2017年全米オープンでは2回戦で、第8シードのスベトラーナ・クズネッツォワを6、3、3、6、6、3で破りトップ10選手に、初めて勝利し3回戦に進出した。3回戦では、ルーシー・サファーロバに3から6、4から6で破れた。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。